女城主、ナオトラ、50、石を継ぐ者、2017年12月17日、20時分20時55分の放送内容、ナオトラ、柴崎公の手助けによって家康、安倍定雄は無事、三河へと戻る。飯野屋に戻ったナオトラは保護していた明智の意地を逃がそうとするが、番組内容、本能寺の変によって信長、市川海老蔵は討ち取られ、ナオトラ、柴崎公の手助けによって家康、安倍定雄は無事、三河へと戻る。明智が京を追われたと聞いたナオトラはルーン丸、なぎらゆうやと別れ、境を後にする。飯野屋に戻ったナオトラは保護していた明智の意地を逃がそうとするが、万千代、菅田将暉はその身柄を、徳川に引き渡すよう要求する。出演者、柴崎公、三浦春馬、高橋和夫、なぎらゆうや、菅田将暉、抜き地谷志堀、高島正宏、尾身俊則、市原隼人、室津義、山口さやか、六角清志寺、山本優馬、田中美雄、橋本淳、小木重光、和田雅人ほか、原作、脚本、森下恵子、音楽、菅野陽子。